やってまいりました。はい、ですね、ちょっとあれつけちゃいました。いい感じでちょっとつけちゃいました。いや、ちょっと皆さんにちょっと重大なちょっと報告がありまして、僕ですね、本当これはもうなんか収益化とか関係なしのちょっと動画なんで、本当僕の趣味みたいな、ちょっと動画になっちゃうんですけれども、ちょっと本当聞いてほしいんですよ。重大な発表があってですね、YouTube のですね収益を剥がされました。まあアカウントバンされてないんで、まあ、この動画こういうふうに、撮れてるんですけれども、この度 YouTube の収益剥がされました。まあそのきっかけは、まあ、キングアンドプリンスの、解散のなんか音楽みたいな歌のなんか十何分ぐらいの動画を上げたんですよ。それがもう今ちょっと僕消してるんですけど、70万回再生ぐらいって、2日ぐらいで、 1日半ぐらいで、で登録者が、チャンネル登録者が1800人ぐらい増えたんですよ。で今5000何人いるんですけど、パッてこう YouTube スタジオ見たら、2日後ぐらいに、まあ、収益がまず剥がされて、これは違法動画ですみたいな、違法のなんか、まあ、なんか YouTube の規約的になんかダメですみたいな書いてあって、まあ、だろうなと思って、クソって思ってですね、ちょっと悔しいです。で、まあ、まあ今までのこう、まあ、YouTube っていうのは、まあ、僕も本当趣味でこれやってたんで、特に、まあ、この収益剥がされたからといってなんか生活に支障が出るとかどうなるとかこうなるとかっていうのは全くないんですけれども、やっぱりこう一つのモチベーションとして、なんかちょっとこうちょっと悔しいなって思ってます。悔しいなって感じですね。なんか芸能人とかなんかそういう歌とかの動画をなんか上げるのはいいらしいんですけど、例えばなんか自分がそのなんていうの、動画の中に解説を入れたりとか、なんか自分なりにこういじる編集をするみたいな、同じものとしてアップしなければ基本的に大丈夫らしいんですよ。でそれ僕はなんか知らなくて、まんま上げちゃってたんで、これまずいなっていうので、そういうちょっとペナルティーをちょっと食らいました。ただ、まあ、6月の28か23ぐらいにまた再び収益化の再申請ができるんで、また多分その辺から収益は多分全然大丈夫になってくるんですけど、ちょっと悔しいなっていう感じです。なんで皆さんも YouTube ショートとか、今収益化今年からされて YouTube ショートとか、結構みんななんかこういろんなアーティストとか面白いなんか動画とかっていうのをこう なんですか、画面収録とか画面録画でこう撮れてる人たちかなり多いと思うんですけれども、気をつけた方がこれいいなと思います。多分なんかいろいろとこう規約にもちろん乗っ取ってやってる方が多いと思うんですけれども、結構これってグレーゾーンらしくて、なんかそういう芸能のショートとか、なんかそういう面白い動画みたいなのをこうインスタとか TikTok で探してきてなんかこうアップするみたいなのは結構グレーゾーンらしくて、今大丈夫でも何かしらのこうペナルティが来るとかいうような形は結構なんかあり得るということをこう調べまして書いてありました。なんで結構それで収益をしている人たちは結構こう気をつけた方がいいんじゃないかなということをちょっと伝えたくて今日ちょっと動画撮りました。ちょっと少しへこんでるんですけど、ただですね、SNS をやるっていうことは本当に副業感覚でなんかできるんですよ。それこそ TikTok もやってるんですけど、 TikTok は2万2000人ぐらいいるんですけど、TikTok とかは本当に企業案件とかは結構来たりするんで、それこそシャンプーとか美容成分とか、 なんか化粧水とか、なんかそういう感じの商品をこう投稿するだけでその商品が送られてくる、プラスタダで
タダで送られてくるプラスなんか、Amazon ギフト2000円とか、5000円とか、そのまあなんか金額に応じたものがこうもらえるみたいな感じなんで、僕もだから去年夏ぐらいからその TikTok の企業案件が来たんですけど、それもそれがあってからもう丸1年半ぐらいシャンプーとか買ってないですし、それでずっとどんどん使ってます。最近では別のこうちょっとこれ言えないんですけど、とある有名なフェスが、夏に行われるんですけれども、そのフェスの投稿をなんか開催日とかっていうそのなんか、投稿するだけで金額フォロワーかける 0.8 円、2万2000人ぐらいだったんで1万7800円ぐらい、1万8000円ぐらいがもうたったその動画をポッて撮るだけでこうもらえたりとか、そういうの結構いっぱいたくさんあるんですけど、副業感覚でこうできるものとしては YouTube も TikTok も、YouTube もこう収益化申請だけが収益化だけが収益できるツールじゃないんで、それこそこう収益化できない人もなんか例えば概要欄とかに動画をなんかそのリンク先とかを貼ればですね、そこからの収益みたいな感じも、もちろんあったりしますし、グッズとかですね、そういう何か売るとか、なんかそういう商材を売るとか、なんかそういうのをそういうのもこうできるんで、やっぱり SNS をやるっていうことは、すごい、いいことでは、あるんですけれども、僕みたいにこうちょっと調子乗りすぎると収益をちょっと剥がされるっていうこともあるということはですね、結構自覚した上で皆さん気をつけてやっていっていただきたいなと思います。もう一個、これあんまり言いたくないんですけど、LINE ブームっていうのがありまして、LINE ブームっていうのは LINE に出てくる動画なんですよ。LINE で動画がわーって出てくると思うんですけど、タイムライン、昔でいうタイムラインですよね。そこにブームって書いて、LINE ブームっていう動画が出てくるんですけれども、あれですね、500人以上チャンネル登録者がいて、なおかつ、何千時間でもちろんあるんですけれども、何百時間みたいなのあるんですけど、どっかの SNS 媒体が9000人以上いれば、LINE のその関係者が無料で収益化してくれるんですよ。とオファーが来ます。僕もそれオファーが来て、去年の10月から LINE ブームも、これ子供チャンネルっていうのでやってるんですけれども、こっちはもう5000人もうちょっと行くんですよ、登録者が。で、めちゃくちゃ収益率いいです。で、今かなり増えてます。増えてるんで、もうブルーオーシャンかっつったらもうちょいブルーオーシャンぐらいなんですけど、レッドオーシャンでもないです。天チムさんとかもまだ登録者が2000人とかだったんで、その時もう今何万人って言いますけど、手ぐらいな、まだちょいブルーオーシャンとかなんで、全然 LINE ブームとかもすごい皆さんにもおすすめしたい SNS の一つのツールではあります。このもう SNS の LINE ブーム、TikTok、YouTube、この SNS3 個だけで僕は毎月8万から10万ぐらいですかね、その案件の商材費とかも含めたらもっといきますけど、本当に買うはずだったシャンプーとか、なんか美容液とか、なんか化粧のなんとかかんとかとかっていうのを含めたらもっといきますけど、現金化できるっていう利益だけだったら8万から10万ぐらいはその3個だけで、本当副業なんですけどやってます。なんで結構ですね、下手にこうパートとかなんかそういうちょっとした副業とか自宅にいながらなんか趣味程度でやりたいっていうんだったら、僕は YouTube 最初にやるっていうよりもまず TikTok 9000人以上まで増やして、で LINE ブームからオファーが来るようになって、で LINE ブームはなって、そこから YouTube を趣味でやるっていう、これが僕一番いい流れじゃないかなと思ってます。やっぱ YouTube って一番難しいんだよ、めちゃくちゃ難しいんだよ。正直5000人とか、 だから10万人とか1万人とかすごいですよ、チャンネル登録者。だからもうどういうこうやり方にはよるんですけれども、それこそねワンピースとかジャニーズとか漫画とかそっち系やったらもうすぐ何万人でいくと思うんですけれども、やっぱこう自分自体をこうブランド力にできるようななんかこうツールにするためには、やっぱ自分発信の何かにしていかないといけないんで、最終的にそっちの方が強くなると思うんで、なってくると結構難しいんですよ。 YouTube でチャンネル登録者1000人いくのも難しいですよ。僕の場合たまたまケツバットショートがバズってバーってすぐ4000人近く増えたんですけど、なかなかね難しいことだと思うんで、まずはですね皆さん TikTok から始めてみてください。
いろいろ SNS の話を今日しましたけれども、まあ、ちょっと収益がちょっと剥がされちゃったっていう話です。ちょっと落ち込んでます。くそ、まあまあね、頑張っていければいいなと、頑張っていこうかなと思ってます。ありがとうございました。